ジャック・ブレイズはアメリカのミュージシャン。ナイト・レンジャー、ダム・ヤンキースなどのメンバーとして知られる。70年代前半、サンディエゴ州立大学在籍時に多くのローカルバンドで活動。70年代後半にはサンフランシスコに移り住み、1978年、スライザ・ファミリー・ストーンのメンバーだったジェリー・マルティーニを中心に結成されたルビコンに加入。 バンドには、ブラッド・ギルスが在籍、またツアーメンバーとして、ケリー・ケイギーが参加していた。2枚のアルバムを発表後、解散。ルビコン解散後、ブラッド・ギルス、ケリー・ケイギーと共に、ステレオを結成。その後、アラン・フィッツ・ジェラルドとジェフ・アトソンが合流し、1980年に、ナイトレンジャーを結成。デビューシングル、炎の彼方をはじめ、シスター・クリスチャン。 センチメンタルストリートなどのヒット曲を生み出す。1989年に活動を休止するが、1996年にオリジナルラインナップで再始動。1989年、テッド・ニュージェント、トミー・ショー、マイケル・カーテロンとダム・ヤンキースを結成。同バンドのメンバーとして2枚のアルバムをリリース。シングル、ハイ・イナフは全米ヒットチャート最高3位を記録する。 1994年、ダムヤンキースの活動休止時に、トミー・ショート、ショーブレイズを結成する。トミー・ショートは、ソングライターチームとして、エアロスミス、オジ・オズボーンなどの楽曲制作に参加している。2004年、ビーズの松本隆弘を中心に、エリック・マーティンらと共に、TMG を結成。シングル、オー・ジャパン、アワータイム・イズ・ナウ、アルバム、TMGI をリリース。 2014年、ディーン・カストロ・ノボ、ダグ・アルドリッチと、レボリューション・セインズを結成。ソロでは、アルバム、ジャック・ブレイズ、ロックン・ロール・ライドをリリース。また、他アーティストのレコーディング参加やプロデュースも行っている。ありがとうございます。